タカラトミー。2016年 VR 元年に登場するジョイ VR 宇宙の旅人、日常を忘れ一足先の宇宙旅行へ。コントローラーで直感的操作を実現。目の前に広がる宇宙空間を360度自由に移動が可能に。さまざまな宇宙体験ができる4つのモード。太陽系クルーズモードでは AI ナビゲーションに導かれて広大な太陽系巡りを。我々の母なる星地球、さあワープだ。外の景色をしっかり見ていてくれよ。惑星探査モードでは月や火星に降り立ち惑星内を探索。人間が歩いて一周するにはちょっと大きすぎるな。山脈やクレーターが多く道も平坦ではない。宇宙遊泳モードでは地球を見下ろしながら宇宙空間を優雅に浮遊。プラネタリウムモードでは360度に広がる季節ごとの星空を堪能。スマートフォン専用アプリを起動してゴーグルに装着し、コントローラーで直感的に操作。あなたも一足先に宇宙旅行はいかがですか？ジョイ VR 宇宙の旅人、12月発売。